はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回もウイスキーです。はい、バランタインファイネスト、またスコッチをね、証拠にもなくまずいまずいと言いながら買ってしまってるわけなんですけど、まあ、なぜかっつうと、まあ同僚の方が会社の同僚の方がね、俺スコッチ嫌いなんだけど、ちょっとなんかおすすめあるって聞いたら、まあ基本的にその人なんか一番なんか好きなウイスキーが1万円ぐらいの高いやつなんですけど、まあ安いので1000円ぐらいでないって聞いたら、このスコッチをおすすめされたんで、バランタインファイネスが一番ね、うまいよっていう話を聞いたんで買ってきました。値段が980円ぐらいだな。このバランタインをね、なんだかんだ言って俺もね、飲んでみたかったんですよ。はい。名門バランタイン社が、1910年に発売して以来、世界中で愛されている傑作スコッチ。40種類にも及ぶ、原種が織りなす、豊かで滑らかな風味をお楽しみください。原材料モルト、グレーン。アルコール度数 40%。これサントリーですね。はい。これね、なんかね、このね、瓶と別なもう一つの、なんか新しいのかな、多分ね。瓶がリニューアルされたのかな。まあ、あえて古いやつを買ったんですけど。うん。ね、バランタインといえば、まあ、30年が、1万円ぐらいだっけ。1万ぐらいで30年が買えるという、激安。年数的には激安なんではないかな。思うんですが、まあ、それをね、とりあえず飲んでいきたい。一番安いやつを。ね、いただきたいんですが、まあ、とりあえずストレートでいただきたいと思います。はい。どうだろうな。あんまり期待はしないですけどね。一応、2ちゃんのスレだと、これが、4つ星ぐらいの評価だった。で、ここのホワイトホースが、5つ星の評価だったんですけど、まあ俺はホワイトホースまずいと断言しましたからね。それじゃあ乾杯。うん。あのね、何度も言うんだけど、やっぱりスコッチはこの味ですよ。うん。相変わらずまずい。うん。個人的にホワイトホースと何が違うのか、全くわからない。レベル。この角瓶のようなこの味わい、確かに甘いは甘いんだけどさ、なんかこう癖のある甘みなんだよね、これね。なんか癖のあるっていうか、なんつうの、このピキッとくる感じの、なんかスパイシーな、なんかいわゆるドライ系の甘みなんだよね。俺は嫌いな、俺は好きなのは重厚な甘みなんですよ。うん、重いタイプの、コクがあるタイプの、これコクがあんまりないタイプの、ドライタイプの甘みですね。うん。これは正直。まずいとしか言えん。
まずい。もう一杯はいらん。まずい。でも瓶はかっこいいんですよね。どうでもいいけど。瓶はかっこいいですよね。瓶はね。でもバランタインって40年も。40年ってなかったっけ？まあ、あるっぽいですけど。あるっぽいですけど。やっぱね、なんかね、なんかさ、ほら、よく言うじゃん。俺がさ、例えばさ、スコッチ嫌いですって言うわけじゃん。言ってさ、スコッチ嫌いなのって言うじゃん。ね、まあスコッチ好きな人はね、言ってくるわけだ。いろいろ飲んだんだけど、やっぱまずいんだよねって。でさ、なんかこう、それでもやっぱ好きな人は食いついてくるわけじゃん。こう、なんとした、なんとしても、ね、このスコッチのうまさをね、分からせてやろうと、頑張るわけですよ。うん。それに押されて、俺は買っちゃうわけなんですよね、結局。だからね、なんか俺がよくわかんないのが、ジャパニーズウイスキー好きなのに、スコッチが飲めないっていうのはよくわかんないっていう話なんですよ。その人から言うと。うん。ね。ちょっと待てと。何を言ってんだ君はと。俺は逆に思うわけです。ね。バーボンとジャパニーズウイスキーが飲めて、なんでスコッチ飲めないのって言うわけですよ。はと。ね。ちょっと待てと。君は何を言ってるんだと。ね。でね、あとね、ニコ生でもね、言われたんですけど、なんか、やっぱりこのバランタインはうまいよって。俺がスコッチ嫌いだよって言ってるのに、なんかバランタインうまいよ、うまいよって押してくる人が結構いるんですよ。マジで。うん。あれほんとやめてほしいよね。ああ。いや、確かにあんたが、バランタイン好きなのは分かったから、ね、少なくとも俺はスコッチ嫌いなんだと。ね。ちょっと進めないでくれるかと。俺はついつい買っちゃうから、進めないでくれるかと。うん、言いたいわけです。個人的には。うん。うわ、やっぱまずいわ。もうスコッチ何が違うのって感じだよね。もう、スコッチ、これで今まで何種類飲んだ？今まで何種類か3、4種類飲んでるけど、ほんで全部なんか変わらん気するもん。このピキピキっとした香りっていうか、味っていうか甘さというか、このなんか辛い感じ。これ何なの？って感じっすね。まずいとしか言えんのですけど。まあでもそれでもまだピキー感はあんまり弱めですけどね、これはね。まあ角瓶に比べたらもう、あれですけどね。角瓶はもうものすごくまずいです。あれは。あれなんであなた飲んでるのっていうレベルですね。角瓶なんて。いうゴミ白物をね。よう飲めるなと。いうぐらいまずいんですけど、それよかまあ、
角瓶の半分ぐらいかな。それでもまあ半分もまずい部分があるんで、やっぱまずいっすね。またこれはあれだな、ハイボール要因だな。基本的にまずいウイスキーはストレートとかロックでは飲めん。間違いなくハイボールで飲むしかない。仕方がなくハイボールで飲むしか方法はないですね。まあウイスキーの中で一つ星はまあ間違いなく角瓶なんですけど、まあそれに比較してまあそれなりにまあまずさを抑えられてるかなということで二つ星にしましょう。ね。まあそんなこんなで、まあ今後いくら進められようともスコッチは買わないというね、何度目か何度目なのかわかんないけどね、スコッチは絶対に買わないぞと。スコッチとスコットランドウイスキーは絶対買わんぞ。あれ、スコットランドじゃない、間違えた、アイリッシュか、アイルランドウイスキー、アイリッシュウイスキーとスコットランドだから、結局イギリスのところのウイスキーは絶対的にまずいということが俺の中で分かったね。イギリス系列のあのウイスキーは確定でまずいということが分かった。ガチでこれは間違いないです。だってスコッチってスコットランドがイギリスでしょ、でアイルランドが隣のあれでしょ、隣の島でしょ。だからイギリスの近くにある島とイギリスのできたあのあれはまずいっていう、ウイスキーはまずいと、これは俺の中でしかとこう心の中に刻み込んどかないと、マジまた買いかねんからな。また買いかねんからな、本当に本気で買いかねん。まあそういうそんなこんなんでね、まあやっぱり飲みやすいって言ったらスコッチで飲みやすいで、スコッチちゃうわ、ウイスキーで飲みやすいのって言ったらやっぱりジャパニーズか、まあ角瓶を除くジャパニーズか、もしくはバーボン、アメリカンウイスキーのこの二つのどちらかでしょう、美味しいと思うのはね。まあカナディアンウイスキーもまあ飲みやすいですよね、あれもね、確かにあれも飲みやすいですけど、まあ、でもあんまり美味しくないかな。まあ美味しいっていう、まああれは三つ星ぐらいだね。やっぱだ。まあそんなこんなでね、皆さんもあまり嫌いな人に嫌いなものをあまり勧めないようにした方がいいです。俺今後ニコ生で勧められたら NG にするから、ガチで NG にしようかな。イラついてくるな、マジで。ということで二つ星、それではご視聴ありがとうございました。